ベンジャミンラボです。おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回はね、 EDU の使い方をざっくりといきます。 EDU ディスプレイドライバーアンインストローラー。 EDU はね、 NVIDIA、AMD などのグラボのね、ドライバーを削除できるソフトウェアです。はい、そういうことです。グラボね、交換時にね、普通のね、ドライバーをね、更新すると古いドライバーがね、悪さをして不具合をね、起こすことがあります。 EDU があれば古いドライバーを完全に削除してからインストールできることができるので安心でございます。グラボを交換するなら必須な知識らしいです。まあ意外とね、 EDU しなくてもなんとかなっちゃうんですけどね。はい、それではスタートいたしましょう。はい、 DDU の使い方始まり。まずね、 DDU をねダウンロードしてインストールしていきます。まあ適当にやってください、インストールするだけなんで。でね、 DDU の使い方をざっくりと説明って言いますけど、私よりね詳しい人は100万倍います。私はね、その素人なりの使い方、エンターテインメントですね。私がとりあえず DDU を使ってグラボのね、ドライバーをね、インストールじゃなくてアンインストールした経緯の備忘録ですね、要は。はい、そんでまあ知らない方がいたら、まあ、ついでに知ってもらおうかなみたいな、そういうところですね。まあだからそんな使い方をレクチャーするとかそういうんでもないですね。はい、まあ、正直に言いますと私全然そんな詳しくないので、はい、その辺をね、とやかくね、言われてもね、もうしょうがありませんので、はい、清く正しくね、はい、誠実にいきます。まあ、これね、インストールするだけですよ。もう、しのご言わずに、はい、インストールするだけです。ダウンロードして。そう。でね、セーフモードにして起動しろって言ってるんですよ、EDU さんが。だからね、セーフモードにしていきます。そこだけじゃないですか、セーフモードの仕方。はい、設定からね、回復、今すぐ再起動。これセーフモードの起動の仕方ね、覚えておくとね、全然ね、いいと思いますので、はい、いらない知識じゃないのでね、はい、覚えておいてください。でこの画面になるので、トラブルシューティングで、次この PC を初期状態に戻すでいいんじゃないでしょうか。あ、違う、詳細オプションでしたね。はい、詳細オプションを押す。どれ、スタートアップ設定を押す。なんか青い画面って怖くないですか、 Windows ね。よく言うもんね、ブルースクリーンでね。はい、これで再起動します。セーフモードを使うときにこうなります。押してください。これでセーフモードに入れます。はい、セーフモード来ました。この黒い画面来たらね、セーフモードみたいです。はい、私もあまり知りません。はい、でね、 DDU をこれで起動します、この状態で。うん、まあ適当に起動してくださいよ。はい、とね、ログがあるんですね。はい、何月何日どうしたこうしたとかね。はい、面白いですね、こういうの見るのもね。こんな感じにやればできるよ、まあ皆さん知ってるでしょうけど、こんな感じにやってできたよっていう、まあ備忘録なんですよね、本当備忘録。ただ本当に私より知らない方はこれ見てやってもよろしいですが、もっと詳しい人は100万倍いますよって話です。はい、ここポイントです。はい、これがね、すべてとかね、これが正しいんだっていうのは全く私は言っておりませんし、言いたくもありません。はい、楽しんでやってるだけなんでね、楽しんでやってることを YouTube に残してるってことでね、挑戦じゃないですけど、面白いなってことですね。この YouTube でそのチャンネル登録者数を増やすとか、そういうことに挑戦しているっていう段階ですね。面白いですね、生きる張り合いがあるというか。はい、ただそれだけです。でもね、愛はありますよ、 PC に対して。はい、やっぱね、好き
ですね、はい、こういうこと。やっぱね、好きが伝染するじゃないですけど、なんか見ていてその好き、パソコンが好きなんだなっていうのがね、伝染するようなね動画になればと思って一応作っている次第です。だからね、自分がやっぱ楽しんだもん勝ちじゃないですけど、やっぱしてね、その楽しさを伝わるような動画、なんていうのかな、別にその詳しい人がねやっぱ説明した方がいいんですけど、まあ、それだけじゃないその YouTube ねならではの動画、 YouTube ならではのねなんかいいところをね出しつつやっていきたいなと思っている所存です。よくわかんないですけど、はい。なんかね、そういうのを思ってね、まあ、とあるね、ちょっと最近なんか YouTube いろいろ見てて、動画とかなんか全然詳しいこと言ってんだけど、こいつ好きじゃねえなとか、なんかこういつの見ても面白くねえなとかが結構あって、まあね、私のもねつまんない、面白くねえなっていうのも全然いいんですけど、なんかそのなんか好きじゃないなっていうのが伝わるのはよろしくないなと思ってね、あだこだ喋ってる所存です。はい。ただね、私もね飽きっぽい性格なんで、もういつねいつねこういうのやめるかわかんないですよね、はい、違う世界にね飛び込んじゃうかもしれないですし、もともとねこの自作 PC っていうのもね、この3月ぐらい、半年ぐらい前からね始めてね、今に至るんですけど、その前はね散々パラね、キャンプとかね釣りとかね、アウトドア志向だったんですよ。でもともとこういうやっぱインドア系好きで、はい、好きだったんですけど、まあやっぱねアウトドア好きの方が高じてそっち系やってたんですけど、まあこういうのもね面白いなみたいなことでねやってます。だからね、なんか合わされたいよね、アウトドアとね PC。 無理か、無理だな、よくわかんねえもんな。釣りとパソコンとかなら超得意なんだけどね。はい、はい、DDU 終了しちゃいました。古いねドライバーは削除済み、完璧でね、新しいねグラボをねインストールしましょう。気持ちよくゲームができます。これで簡単なんでね、 DDU をね使うことを覚えることをおすすめします。まあ、使わなくてもできちゃうんですけど、一応ね使った方がねよろしいと思います。はい、確実です。ですので DDU を覚えちゃいましょう。簡単ですのでね、私でもできました。まあね、ざっくりとねした DDU の使い方はこんなもんです。もっとねちゃんとねしたね DDU の使い方をね知りたい方は別途ご自分でねお調べになってください。この動画ではねあくまでもざっくりとした DDU の使い方ですからね、エンターテインメントである素人の微暴録ですのでってことです。はい、でもね好きなんで、パソコンはもっとねもっともっと動画出してね行きたいと思います。楽しんでる自分をね出していければと思ってます。それでまあ人様にね少しでも役に立ったらなんてことも考えています。まあね、人生捨てたもんじゃないですよ。はい、またよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。